ワーストは、小室幸太郎の SF 漫画である。週刊少年ジャンプ1970年3月9日号から1971年8月16日号まで、連載された。不良少年、カミソリエイには、ある日、本能的な危険を感じ、配送庫の地下室に立てこもる。そして長い雨が降り終わった後に外に出た。彼が見たものは、無人の街と人間の死体から誕生し、 殺しても、バラバラにしても再生する、夜行性の最悪の生き物、イコールワースたちだった。雨の中に人間を殺し、怪物に変貌させる、恐るべきウイルスが混在していたのだ。ワーストマンと化した人間たちと戦いながら、幼いワンパク少年、前島宅、米軍兵士、ハリー、不良学生、エンザ崎ら生き残りを探し集めた A には、 霞ヶ関ビルを取り出として立てこもるが、逃げ込んできた子供を助けるために命を落とす。第一部から約6年。永遠にの意志を受け継ぎ、ワーストマンの壊滅を誓ったタクは、寸火を惜しんで弁学に勤しみ、豊富な物資を蓄えた堅固なビルの取り出で、生存者たちの若きリーダーとなっていく。しかし、ただでさえ不死身の生命力を持つワーストマンたちは陸に、空に、水中に、 環境に合わせて進化し、知能も発達し、逆に人類の方が追い詰められていく。さらに生物症の変異により、マンモスキノコなどの異様な植物たちが反応していく。東京は、かつての文明を失い、水源も失い、大事な人たちをも失っていく。そんな中、このまま東京に踏みとどまっては危険だと察したタクは、全員を引き連れて、離島へ避難することを決断。 年長者の縁崎ら大事な仲間の何人かを失いつつも生存者は船で東京を脱出する数十年後すでに宅たちの世代は老人となっていたがワーストマンたちが地球を制圧している状況は変わらなかったさらに各国の生存者たちから寄せられたレポートによりワーストマンたちが人工的な集落を作るなど着々と 新人類へ進化していく様子も報告され、タクたちを立然とさせる。そんな中、ワーストマン壊滅の研究のために家族を、帰り見なかったタクに、敵外心を燃やす、孫の力が殺人を行い、死刑の代わりに、東京の復興を命じられてしまう。ワーストマンたちのうごめく日本の本土に送り込まれた、力は伝染病に侵されている、ワーストマンたちを発見。それによって、 ついにタクはワーストマンの弱点と壊滅方法を発見するが、その時地球は新たな氷河期イコール人類最大のワーストを迎えようとしていた。絶望と安らぎの中、力は幼馴染みの少女と服毒自殺を遂げる。世界規模の劇的な寒冷化によって氷河期の中の人類滅亡を覚悟したタクは、 高度な環境適応能力を持つワーストマンが、その氷河期の猛威を生き抜いて、最終的な勝利を収める未来を予期し、それを回避すべく氷河期の備えに奔走しつつも、対ワーストマン用のウイルスを量産し、全世界へ散布させる。世界各地が猛吹雪に覆われる中、体を病魔に侵されて溶け崩れるワーストマンたち。しかし、世界の氷結化がそれを上回る速さで進み、 両者の戦いは、決着を迎えることなく、全世界は、雪と氷に覆われていった。そして、遥か未来。ようやく氷河期が終わりを告げた世界の日差しの中を動く、影があったが、それは人類なのか、ワーストマンなのか、確かめた者はいなかった。作者の小室幸太郎が、手塚治虫の愛弟子だったせいか、本作で卓越した、構成力と語り口のうまさを見せている。 特に少年向け SF 漫画としては、数十年にわたる人類とワースとの戦いを三部構成で、しかもその都度主人公が変わるという、非常にユニークな構成をとっている。人類とワースとの戦いが決着を見ないまま地球が氷河期に覆われ、20万年後の地球にどちらか正体のわからないシルエットの群れが陽光の下に姿を現すという、余韻のある謎めいた結末の付け方は、 小室の再起を感じさせるものとして評価されている。単行本は1970年、1971年にジャンプコミックスから全4巻で刊行され、その後も3コミックス、生運社、朝日そのラマ、復刊 .com などで再刊されている。ありがとうございます。